です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香です。こんばんは。こんばんは。なんと今日はというか今日一日お休みだったんですけれども、今日は自分でも納得いくぐらいものすごく有意義な時間を過ごせました。そうなんです。今日の私の一日聞きますか？聞きます。ありがとう。まず私何時に起きたんだったかな。9時に起きました。意外と早いでしょ。今日朝9時に起きて意外と早いと思ったでしょ。それには理由がありまして、昨日波動終わった後配信して、配信終わった後もうそのまんますぐ寝ちゃったんです。寝落ちしちゃって、配信してないわ。配信を夕方にやったわ。だからお家帰ってきてもうすぐもうベッドのその下のところで寝落ちして、そうで起きたのが朝9時で、あ寝てたってなって、そうでお風呂入って、下ってここだよ、ベッドのこの下半身らへんで寝てたの。床じゃないよ、そこで寝てて、そうで、まあ、朝起きてもうお風呂すぐ入って、うわ気持ち悪いってなってお風呂入って、で、まあ、30分ぐらいでお風呂出て、でその後なんと引かないでね、なんと、まあ、9時半ぐらいから夕方の4時半までずっとピクミンしてました私。すごくない？一回も途切れなかったよ。あ、まあでも合間に洗濯物干したりとかでもぐらい、洗濯干したぐらい、洗濯2回干したぐらい、でもその洗濯を2回干した以外は朝の9時半から夕方の4時半までずっとピクミンしてました。どこまで進んだって、いやもうエンディング行ったんですよ。2個目のエンディングが終わりましたって。もうやっと、もう本当にそうだよ。もうそのエンディングが見たくて見たくて、私はずっとずっと前からラスボス怖くなかったって。犬もうさ、ちょ知ってますか、あの知らない、ピクミン知らないよって方も多分いっぱいいると思うので、でもちょっと聞いて、なんかね、まあピクミンってなんか、まあちっちゃいピクミンっていう存在は知ってるかな。これ白ピクミンなんですけど、ちなみにこいつ白ピクミンなんですけど、まあこういうのがいっぱいいて、で私が主人公で、この子をポイって投げて敵を倒してってこの子たちが戦ってくれるんですよ。そうっていう、まあ大雑把に言うとゲームなんですけど、獣人みたいな。ってそう、この子はねちょっとね特殊な、この子毒持ってる子なんですよ。そうこの子は毒持ってるからちょっと怖いの。他にも今ちょっと私の
手元にあるのがあとこいつとこいつしかいないんですけどちょっと特殊なやつしかない。あ、こいつまあ割と王道、こいつ青ピクミン、でもこいつも目可愛くないな、まあ、割とでもこいつでかいしな、ごめんあんま可愛くない、ビジュアル良くないのしか持ってないかも。でもこの子たちが好きなんですそうごめん、なんか赤ピクミンとかもあのそうここに今ちょっと手元にないんだけど、そうまあこういうのをピクミンって言うんですけど、で、まあ、この子たちが戦ってくれる。で、まあ、地上と地下があって戦うというかストーリーを進めていくのが、で今回割と地下で進めていく出来事が、まあ、めっちゃ多いんですよ。で大体その地下ってまあ1階2階3階みたいななんかあるんですよ、下に向かっていくにつれて。大体の洞窟は1階2階3階でクリアみたいな感じなんですけど、もうそのいっちゃん最後のなんかその地下潜っていくやつがもう20回やったの、わかるよ、1階2階3階のやつが地下20回まであって、21階だっけ、20回じゃない、21回だっけ。もうさ、もう気の遠くなるぐらいにさ、マジで長くてさ、そうで大西はもう本当になるべくピクミンたちを死なせたくない、この子たち死んじゃうんですよ、もう あっけなく本当に儚い命ですぐ死んじゃうんですよ。でも鬼師本当になるべくこの子たちを死なせたくないから、死んじゃったらリトライみたいなやり直しができるんですけど、何回もやり直すのよ鬼師。もう今日何回やり直したか分かんない、そのなんか21回ぐらいあるさ、その最後のやつでもう、そうなの、もうめっちゃ時間かかったマジで20回のやつだけで2時間ぐらいかかったんじゃないかな。命の数に限りはないのって、自分がその子たちを産んであげれば、産む、まあ、自分から産むんじゃないんだけど、そう産んであげれば、まあ、増えた分だけこの子たちも増えてくれるから。だけどあんまり死なせたくないのよ、そう罪悪感でいたたまれなくなるから、もう本当にごめんね、仕方ない、ここを巻き戻してしまったらもうちょっと苦しいぞっていう時はもうそのまんまごめんなさいってやっちゃうんですけど、なるべくもう死なせないっていう、だからめっちゃ時間かかった、でもめっちゃ楽しかった。もうだからでその、まあ、21回ぐらいの回のやつを、まあ、20回まで、まあ、頑張ってクリアしたんですよ。でラスト21回だみたいな、そう最後の階層に来て、ほんだらなんかもうボスみたいな、まあ、ワンちゃんなんですけどボスがいて、でまあいろんなボスがいるんですよ、ピクミンっていろんなボスがいるって。でも大体なんか3回ぐらい大技みたいなのを決めればもうそいつをやっつけることができるんですけど、今回はその大技を3回繰り返すやつが第5形態ぐらいあって、やばくない？引いちゃったちょっとだからその大技3回を何回よ、15回ぐらいしなきゃ終わんないの、びっくりしちゃってさ、ここまで長いさ回想でさ頑張ったのにさ最後そんなするみたいな、ひどくないって、果てしないやんって、いやマジで果てしなかった。そうでもなるべく死なせないように頑張った。21体だったかな、大西。
死なせてしまったの。でもまだ頑張った方だよね。まだ頑張ったっていう感じで、まあ今日はだから何時間、9時半から10、11、12、1、2、3、4、7時間か7時間ゲームして、そう、でもまだピクミンまだまだできるんですよ。一応エンディングは終わったんですけど、でもまだ宝物とかを集めきれてないから、そうだからまだまだ遊べるゲームなので、時間を見つけ次第ね、まだまだまだ多分やっていくんですけど、そうでも今日はちょっとさすがにちょっと疲れちゃったから、そっから気分転換に近くのスーパー行ってご飯買ってきて、食器洗ってご飯作って、今です。今ご飯もう終わるぐらい、今まだちょっと、実はちょっと弱火で火つけてないと、一緒に止めとこう、そう配信終わったらご飯食べようと思って。ね、作ったん、うわすごい、肉じゃがとかですかって当たりなんやけど、やめて、怖っ、あれ知ってんの肉じゃがと、あと具が似ている豚汁を今日は作って、この後食べます。久しぶりにごぼうなんて買ったわ。充実して休みを過ごしやがって、もう最高、本当に最高、幸せ。肉じゃがのお肉は何？私は豚なんですよね。牛肉あんま好きじゃないの、もともと。そう。肉じゃがにごぼう入れるの？あ、うん、豚汁にごぼう入れるくない？あ、入れない？わかんない。人の家によりけりか。鼻ムズムズする。明日が憂鬱じゃないの？え、どういうこと？もし明日何あるの？怖い。明日やばい？もし明日も仕事ないから全然憂鬱じゃないでもただ明日はね、ちょっとお仕事のあれで出なきゃいけないのはいけないんだけど、ただお仕事ですっていう感じのよりはもう自分で仕込みみたいな感じなので、幸せ幸せ。うん、なんか余裕あっていいね。そら余裕できるよ、今まで余裕がないのがおかしいんだって普通はさ、まあ今はちょっともう3連休ぐらいいただいちゃってるから、まあまあまあちょっとまあもらいすぎかなとも思うんだけれども、ただ週にさ1回ぐらいはさお休みさなきゃダメだよね、本当、本当に思う。楽しいお仕事でもさ楽しくなくなっちゃうからさ、心にさ、心と時間に余裕がないと本当に、だからマジで休み絶対ちゃんとした方がいいと思うだって1日2日さ休みあるだけでこんなに大西嬉しそうにしてるんだよ大事だと思わない？本当にお休みって、うん、ね、だから
みんなもちゃんと休み取ってほしい。この前4連休もらっちゃったって最高じゃん。最高、余裕があるっていいよね。ほんとそう、余裕ないとさ、生きて生きるあれもさ、もうなくなってこない。なんかもうなんかさね、ここまで追い詰めてしまう人だってさ、たくさんいるじゃない、世の中。なんとに、ね、今は気候もいいしって。そうなんだよね、ちょうどいいからさ、今日もずっと網戸にしながら低めにしてた。ゆいゆいは休みあるかな。ゆいゆいも休みないんじゃない。ひーちゃんももうなんか分かんないけど、本当だからすごいなって思う。弱音をさ吐いてないじゃない、みんなね。西は弱音しか吐いてない。配信さ、自分のさ心に余裕がなくなるとさ、弱音しか吐かないしさ、もうやだ休み欲しい休み欲しいしか言ってないからさ、うん、私ほんとすごいと思う。もう金木犀も終わりだねって。早くない？もう終わりなの？マジ？早くない？何時に終わろう？ちょっと任せ。35分だったら終わるわ、うん、今年は寒なんて読むんだろう、暖暖冬って読む、あったかいの冬。え、ねえ、冬あったかいの今年。ねえねえ、冬あったかいの？え？なに、パーティーじゃん。マジ？最低気温10度とかにしてほしいな。お願いだから。もう10下回っちゃうと思うし、外歩けない。東北は朝晩は10度下回ってるよって。マジ、雪降ったら楽しいやん。雪降ったら楽しいよ、降んないんだもん雪ただ寒いのなんて需要ないよ。大西的には寒かったら、寒いのであれば雪降ってほしい。雪ならテンション上がるから。ただ今大西が上京して住んでる場所もさ、奈良もさ雪降んないんだよね全然。
雪かきしんどいね。大変だよね雪かきね。でもさ雪かきする感覚が大西はないからさ。そう、俺も楽しそうって思っちゃうんだよね。いやその苦労をさ全くもって知らない人間だからさ私は。だから雪国に住んでたら絶対雪かき嫌だって多分思うんだろうけど、まだこう雪に対してさ憧れがあるからさ。そうだから雪かきもしてみたいと思っちゃう。あれだよね、北海道のにいる人のさゴキブリすごいっていうのと一緒の感覚じゃない多分。わかんないうちらはさもうゴキブリなんてさやーじゃん。ただ北海道ゴキブリ出ないからさわーすごいみたいな思う人が多いって聞いて、それと割となんかその分かりしえないこの感情では一緒なんじゃない、わかんないけど違う、お互い理解がこうあんまできないみたいな、わかんないわかんないけど、うん、青森も出ないよって。青森も出ないんだ。でも大西もねまだ一回もねこのお家引っ越してきてから会ってないの G に、お家の中で。でも外にめっちゃいる、びっくり。都会ってマジでさゴキブリめっちゃ道路歩いてる、本当にびっくり。下向いて歩いてたらよく見る。うん。ね。なんか奈良ではあんま見たことなかったの。ゴキブリ道路で外で。家の中とかだったら逆にいたんだけど。そう。普通に歩いてるよね。びっくりしちゃう。いやだからそれがさ大西のさ内面的な面でさ奈良にいた頃はさ上ばっか向いて歩いてたからわかんないけど、都会来たら下向いて歩いてたからゴキブリをよく見るようになったとかわかんないよ。もしかしたらそんなんかもしれないじゃんわかんない、病んでた期間が多かったからさ、そういう感じのもあるかもしれないけどさ。でも奈良にはいなかったのよ、道路にゴキブリは。ただなんでこんなさ都会にはさ道路にゴキブリがいっぱいいるの、なんで奈良にもいたのかな。まあでも家にいるってことは外にもいるんだよね。でも外で見かけたことない。そんなに多いのって多いよ。2回帰宅するに連れて1回に会う、これ日本語おかしいか、2回中1回会うぐらい、 2,3 回の帰り道の中で1回会うぐらいに会う。一昨日もあった、めっちゃ合うんだけど。あ、35分ありがとう。ということでじゃあいい感じに肉じゃがも豚汁もいい味出してくる頃だと思うので、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんのゆいももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がきょいさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がマークアコーダーとマーク大田軍大西大地空挺団さん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そし
して9位が、ケイジさんありがとうございます、イエイ。そして10位がユミタンありがとうございます、イエイ。そして11位がまゆうかちゃんありがとうございます、イエイ。そして12位がカッキーアットマーク、大西軍アットマーク、サウナ部よかったね、アンド明日リッピーさん、ハビバーさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が大粒ちゃんありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。そうだ、それもう発表されたのか。そう、なんと大西卒業間際ではありますが AKB48 のサウナ部に入ることになりました、イエーイ。入ることというか発足することになり、そのサウナ部員になんと選んでいただきました。そう、この間 TwitterX でも好きなことがあのお仕事につながったって一回ツイートしてた時があるんですけど、それがこちらでございまして、そう、サウナが好きなのがお仕事につながって、あのね、グッズ作ったんですけど、もうマジで全部可愛いから本当にゲットしてほしい。ちょっとあの私も普通に個人的に買います。マジめっちゃいい、マジめっちゃいい、マジめっちゃいいそう、3人でね、いろいろね考えたので、そう、あやみんとちゃけちゃんと3人で、そう、いろんな案を出し合って、こうこうこういうのが着やすいんじゃないかなとか、そう言えばちゃけちゃんもだよね、サナブあやみんだけになってしまうかもしれないんですけどそう、 AKB のサウナ好きとして選んでいただいたので、最後までちょっとね、このお仕事というかサウナ部はたくさん宣伝していきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では、じゃあ今日はそろそろこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、バイバーイ、ありがとうございました。